ものによってまあ違うんですけど、もうその時の本当にフィーリングだけで作っていってるので、パッて写真見た時に顔写真だとしたら、じゃあこの部分を切り抜いてここに別の何かを入れると、あ、もうこれだけで多分すごい気持ちいい収まりをするなとかで、まあ分かりやすく言うと、そういうそれぐらい本当にもう自分の中で切るラインとか切り抜くラインとか、そういうものがその写真見た時点で結構割とパッと出てきて、送っていただいたキャラクターを見てると、そのいろんなポーズがあるじゃないですか。でもそこからはもう本当完全に自分の中でパズルで、あ、もうこの悟空の今のこのカメハメハのこの形は絶対ここに合うから、これを使いたいから、もうこれだけを使いたいからとか、あとこのこれとこのシェンロウの掛け合わせを使いたいから、じゃあもうこれはもうキャラの集合体にしていこうとか、そういう感じでバーッと作っていった感じです。僕が作ったものを小学生が着てることってまず今までないですし、それをなんか60代70代の方が着てるのとかっていうのもやっぱり見ることって本当にないので、もうなんか年齢問わずやっぱり着てほしいっていうのが率直な思いです。